新野村ちびっこ代表カーホエキシビションマッチ3分間勝負を行います。青コーナーガトムーブ練習生カーホー、赤コーナービッグアップルスーガーメイエフェリー And everybody, here we go. A 3-minute exhibition match between me and Kaho. Kaho is 10 years old.All there is future ahead of us. Oh! And Kao is still already running circles around me. Ah! Oh! And Kao throws some grips in there. And throwing everything she has in it. Ah! Too high! Too high! It's too high! It's too high for her to reverse it.Cut! And a pretty much of a fight. Kao don't have any place to run. What is she gonna do? What is she gonna do? Oh, escape! I mean, that's the first for me. But... hey! Good! Ah! Kao! Kao now trying to throw away what Suruga made. Now picking a fight. Ah! Go for it! Go for it! Kick her! Kick her! Yes, yes! Yes! Ah! Ah! Just terrible. It's Suruga Mei as always. And is fighting with all her might. I think she is using punches, but I think it's legal. They are the most adorable punches I've ever seen in my life. They are legal 100%. She needs to run. She's swimming. She's swimming. Oh, makes it. Kaho, wonderful swimming on top of that blue mat. One minute to go in this 3 minute. 2 minutes have passed in a blink of an eye. And is she going to throw her? Ah! Hey, I don't think that's legal for some reason. Kaho, hold on. Let it. Ah! Kao being thrown around by Suruga Mei. We don't even know what to think about it. Oh! 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 619 by Kao. Now she's taking the snacks. Oh! Throwing everything she has into it. Going for it.Oh! Ah! Beautiful guillotine from up above. Have the neck. What is she gonna do? Oh! The up! Oh, she's going for it! She's going for it! She's going for it! Come on, Kaho! 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 Ah! Ah! Sakura. Almost tried to go for a pin, but had better judgment against it. Kaho with a wonderful and beautiful.3 minutes in this opening contest. Oh, she's still in it! She's still in it! Still in it! Ah, shit! A little firecracker is our Kaho.
そのちょっぴりお姉さん、はい、四つ葉宮のチームタッグマッチであります。さあ会場に行き米山かお、いいわ、会場に行きたかいですね。さあ、この1年を終えたばかりのカオ選手、はい、カオちゃん、この業務、頑張っております。シェイクアウト。背中、そうです、四つ葉宮。
ツバニアの背中を見つめるパートナーの後輩一人は、暴れであります。四つ葉宮持ち上がるか、上背がある新規を、しかしフォアで完璧に一撃飛ばしていきました。フォアアームさ、蹴り打ちなどをガードしてフォアアームに飛ばしていきます。Yes, sir.
攻防が続きます。
ちらも受け強烈な口出しのラリアット、ボディに大きく上がるようなボディに一撃。なんだなんだ、それを渡して持ち上げて、これはまさかまさかまさか、持ち上げてボムを、ああしかしこれはポジション中さすがに勝手に入ります。しかし捕まってしまうポッポンカーニバル。おっと切って、おー息の合った連携であります。ポッポンカーニバル今年に入ってですね、やっぱり組み控えが多い2人であります。精神的な心の心もある2人だとは思いますが、この2人がこう火がついて弾けていくとやっぱり止められないものがあります。タッチを狙う、おーっと、おー素早い素早い、これはコブラツイストツイストツイスト狙うが、そこにキッタのタイルが崩れ、あーよしそう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 、あしかし崩れはしましたが、カウントは2カウント、払い腰、足を使えて抑え込む、あこれもやる先輩の結構続けていきます。掴み上げて持ち上げた、あしかし帯広さんが着地して後ろへ回りました。5分経過、さあまだ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 取り返していきます、取り返していきます。おお危ない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 、かわしたところ、帯広さんがもかわしました、後ろから刺激で、あーセーブ、間に合いました、逆に追加けつけましたが、またしても石川知恵そのままあーっと捉えられてしまう、これは桐原時子狙っているのか、おっこれをくるりくるりと回って帯広まじ、おーっと腰を落として、おー間に合った、あしかしそのままで丸め込んでる、そこにビューチさあそこに、これはまさか決まるのか、さあ石川知恵またしてもゲームに間に合う、さあギリギリです、目が離せないぞ、おっとロープには、おーいいですねいいですね、片足をかけてそのまま振り切っていきました、逃がさない2人でありますが、さあ桐原と帯広になりました、そうさあ強烈な張り手ガード、ダブルでそちらもガードして、おーとミドル一撃、そこにおーとバスをキック、また下にくぐって高くをして出るか出るか、おおくるりと回って、おーしピリピー、ガチで抑えてる、抑えてピリカント勝者帯広さやか、勝利であります。
今回は君たちのフレンズ。暑いと言いますか、暑苦しいと言いますか。さやかもですね、やはり若外人軍だといつもと出たちがちょっとダーティーな感じがしてですね。Oh!
しております。お前友達になることするんだ、ほら俺の友達になることするんだ、タールバター。ああ、しかし、さすが友達であります。お前来たーと、あー、ここにちょっと隙が。あ、しかし、今を、日本人、さすがはマオ、バカ日本人。あ、それまたカウンターで、
立ち上がっていくぞ。ガサ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 、おっかー
毎日栗を届けることにしよう。数日後、ガラ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 、あれ、あそこにいるのはいたずらに連れのもんじゃないか。あいつのせいでおっかはうなぎを食べられなかったんだ。今に見てろよ、ズドン。
セミファイナルシングルマッチ20分一本勝負。ファイナル始まりました。大牧後楽園、いくぞー。さあ、コスチュームもいでたちも少し似たように見える2人ではありますが、駿河芽衣、後楽園ホールでは桜恵美との対決に向けシングルマッチを続けておりますが、さあ今回相手はこの高瀬美幸、ベルトを3本通じてのゲームをしてまいりました。戦面まであります。このまま力で押していくか駿河芽衣。しかしですね、この小さな体、小さな肩にバトンムーブを背負ってシングルマッチで立ち向かっていくわけです。このヒット一投足にどうしてそんな力が出るんだという思いを込めながら、私はずっと実況していますが、私初めて見たかもしれません。ヘッドホッキーの強い
来たんだ。持ち上げて投げつけます。おっと、この姿勢も危ない。回転もして回り回って、おっと、さあロープに貼り付けにして、さあ場外に回して、ピストン外して、ああ貼り付けにして、そのまま逆水平チョップを飛び込む。さあ連続は知れませんが、このシングルマッチは堂々という後楽園。おっと、そこはこれはダメだ、リクリック。そうであります、リングでの戦い、後楽園ホールまで。最後ここは許せない、ボディスラム、右開いて、肩を開いて叩きつけていく。まだ行きますね。さあこれから駿河台の真骨頂といったところでありますが、さあ踏みつけていく、おっとハンドを使って膝を落としていく、駿河台ここでやはり攻め続けていきます。コーナーにぶつけて、わあわあドロップを使っていく、コーナーにぶつけ、おお駆け上がって、さあ、キック、会場を味方につけるのか、おお、すごい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 、おお、まだいって、回って、回って、おっと、このまま、そのまま、厄介な犬に、スピニングして、一撃、そのまま、その場飛びでフットスタンプ。なんだ、おっ、うわー、ロックオンして、その腕に3連発、最後はロープダウンの音、腕を固めて反対も取って、あーこれはこれはさ厳しい、あー高瀬美幸もこらえるが、あ腕にフォーム、
殴りかかって、おーっと後ろに抜かれた、さあ、ラッチに決まった、さあ、腕に乱れる力、盛り上げていく、さあ、高瀬美幸、動きが止まる、おーっと、しかし、そのまま、逃げ場のない形になった、さあ、腕が固められて、さあ、しかし、動く、甘いかな、いけるか。しかし、さあ、そうですね、話したくないですね、今はまだまだ来たかったさあ、それがね、踏み抜いていく、
ました。カモサイミュージック。
チャンピオン高橋正明のサクラエビサキサンタチャンピオンベルトの返還です。サキサキサクラサクライッチイッチ。さあレフェリーの岡田優也によって2つのタッグベルトが今高々と天島ファーストリングの天井に向けて差し上げられました。最高だ、最高のプロレスリングが今。さあ、完璧な、完璧なマッチメイクとはこのことでありましょうか。ウサポコ対百均サンダース。これはもう、嫁を七に入れてでも見たい。黄金カードが今、新規はファーストリングに炸裂している。さあ、両者、シェイクハンド。さあ優しく手を差し出したウサポポに対し、最低だ桜井美最低の女であります。さあ頑張れウサポポ先発は最低の女桜井美そしてサキであります。最低の女は最低の腕を上げる。さあ今運命のゴールの大人気サキ今日も素敵なコスチューム。さあロックアップ両者力強いロックアップ。さあリング中央ものすごい表情で押していくのが境に、しかしサキが力が力で押し切る。しかしここはグーリンチョグーリンチョ。さあぐる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 と回って威嚇し合う両者。さあコーナーに振った。サキがタックルを狙っているが桜井美タックル一戦なんとウサちゃんをアピール。腹立つ腹立つ場内から腹立つコールが。さあ高梨正弘にタッチ。片や大コーナー水木。さあこれは右手を高々と。さあ力比べはもう女子である水木に分が悪い。ここは首を取っていく高梨。そしてバックを取り返す。さあフロントネックロック取れない。この辺のレスリングはやはり高梨正弘が一枚上手でしょうか。しかし水木が食らいついていけ食らいついていってくれ。さあ絞れ頑張れ。さあウサピョンウサピョンウサピョンピョン。リストロックリストロックの雨あられ。さあやめろやめろ。こんな可愛い花をつまんでいいんですか。しかし投げれない。ここはラティゴーで投げていく高梨が。これはサブミッション抜けた。さあ水ぴょんぴょんクロスフェイス。ここはカバーに行く高梨素晴らしいブリッジ。さあクローズラインを避けてこれまた元気ですよ。ドロップキック。ギャンカワギャンカワであります。最悪だ最低の人間だ。さあこの女にとってプロレスとはこう。おっと水木が側転で避けてでんぐり返して先がダッシュ
頑張れ、うさぽぽ。お、さあ。ハートが見えない、ハートが見えない。高梨がハートをブロークンハートさせた。高梨が振られた。これはドロップダウンからの狩りバサミ、そしてロープに引っ掛けて腰に乗っかっていく。シューシュー、ハートが邪魔だ、一人邪魔だ。ハートが手がれるぞ。さあ、ウサポポ先にタッチであります。さあ、トーキック、そしてエルボー、エルボー、パンチパンチ、チョキパンチ、複雑な技、どう見てもセーフだ。さあ、高梨に突っ込んでいく。さっきの喧嘩キック、さあ水戸さんにタッチであります。キラキラ輝くコスチューム、あなた本体も輝いているぞ。さあ池水木、さあセカンドロープ、さあランチが出てしまう。高梨のランチが、さあ水木の、水木のトーキック、ストッピング、さあエルボー、高梨の胸板にエルボー、これは捉えたか、捉えて、なんだと。何がエミちゃん X だバカ野郎、憎たらしい。5分経過、5分経過、場内から憎たらしいコールが。憎たらしい、憎たらしい、憎たらしい、なんて憎たらしいんだ。さあ2人でロープに振って、さあここはくるっと、おお、まだまだ回るプロレスの輪、ドロップキック。さあこの辺は凄まじい連携技、百均サンダースであります。さあ高梨が水木にストンピング、髪の毛をつかまないでおいてくれ。さあ桜井にタッチ、何をするんだこの女、やめろ、髪の毛つかんでんだよ、岡田しっかりしろ、注意しろ、俺注意注意、おいつかんでるぞ、やめろ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 、帰れ帰れ、ざけんなよ。さあ高梨にタッチ、高梨にタッチ、さあ水木の腕をひねって、何をやるんだ。さあストマックに2位をぶつける、そしてさあフェイスロック、さあチンロック、さあ拾ってる、水木よやめろ、顔面踏みつけ、水木の顔面が、水木頑張れ、来たぞ水木、やり返せやり返せ、チョップはやめろ、腹立つ、フェイント腹立つ、イエーイイエーイイエーイ、池水木残念、なんだこれ、よっしゃカバーカバー、タッチしていた、憎たらしい、憎たらしいインサイドワーク、水木頑張れ水木。さあロープに振って振り返した、しかしこれはブラインドタッチですね。さあパンチを避けて、これはカウントは入らない、すでにタッチしている、やめろ、触るな、水木に触るな、やめろ、ささやくな、おらふざけんな、水木頑張れ、
立ち上がれ。ここで高梨にタッチだが離さない。タッチするから離せ。さあ先にキック。ここでクロスバレス。さあ試合終わってるでしょ。しかしタッチ権がない。試合は終わってる。2回ぐらい終わってた今。しかしここはアンクルロックを外した。さあ水木行け、水木行け。桜井美が、桜井美が何ですか、邪魔してますよ。さあさあこれで水木がバックを取った。頑張れ水木。さあこれはロープ際に。さあフォール、またもやフォールできない。なんということでしょうか。100均サンダースのインサイドワーク。ザマーミロ、ザマーミカラセ。さあ、いけいけ。タクラリーが足を捕まえるが、水木がタッチを、タッチできないか。顔面を踏め、顔面を蹴り上げろ。なんということだ。誰も立ってねえよ。チキショー、フレディが泣いてるぞ。謝れフレディに謝れ。やめてほしい。水木頑張れ。水木、水木頑張れ。さあ釣り天井を食らってしまった。さあ非常に興奮と長い間百均サンダースの攻めを一人で受け続ける。水木頑張れ、頑張れ。場内はみんなお前を応援しているぞ。水木、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 水木。さあエルボー、さあエルボー。さあいけいけ水木、やり返せ。髪の毛を掴んだ。抜けろ。さあブリッジで抜けて、さあ先にタッチ。さあビッグループから、しかしコーナーでは捕まってしまった。さあここでキック、高梨をロープに振る。しかし振り返すのおさらに、エンバスターはいけない。さあ鼻をつまむ高梨。岡田優也、鼻をつままれた。さあ、今年1戦。さあ、先が、まあ、サンパネルラを狙っている。さあ、桜井美が、桜井美が割って入る。悔しいであります。さあ、桜井美と高梨が2人で、先の、先をロープに振るか。さあロープに振る、頑張れ先。さあキックで切った。さあフェイスクラッシャー、ダブルのフェイスクラッシャーが決まっている。そして先がバックドロップ。これは前に避けられて鼻をつまんだ高梨。さあ何をするんだ。さあ鼻を、さあキックして顔面キック、ドロップキック。さあ滝が、滝がピンチであります。桜井美が入ってくる、桜井美が入ってくる。さあチョップ、滝の胸板にチョップがあります。返してくれ。凄まじい形相でチョップを受ける先。
さあ、滝が、滝が、チョップを食らい続けてしまっている。頑張れ、滝、やり返せ。さあ、ダブルアームのバックブリーカーを狙っているのか。ここは返せるか。ショルダーする。いけない。再びダブルアーム。しかしこれは滝が持ち上げた。魂これはさあタッチできるか。さあ先が桜井美に攻め込まれている。さあセカンドロープ、アラダスチャピオンアピール。いい気味だ。桜井美のお腹に先の膝がめり込んでいく。さあ決めろ先、チャンスを逃すな。これはかわしていく。先のいいアタック。さあ、ミズピョンにタッチ。さあ、ウサポポの連携攻撃が見られるのでありましょうか。コーナーに振るか。桜井美をコーナーに振って、しかしここは桜井美が逆にコーナーに振っていく。そして先をコーナーに振り返す。これはミズピョンがいた。これはジャッキー・サンダースが突っ込んでくる。桜井に70キロ、そしてトップロープ、ファンタスティックフリップが出るのか。ファンタスティックフリップ。百均サンダースが今度は水木に対して百均ドライバー。さあ出てしまうのか。これはキックでかわす。そしてバックに回り込んでスリーパーホールド。しかし再三再四の鼻つまみ、何回鼻つまむんだ今日は。ここで再びバックを取った。これはチャンスだ。スリーパーホールドの共演。さあ落ちている。カウント1。さあ3入れば勝利だ。カウント2。さあ決まれ。おっと、お互いの手を支え合って。これは何ですか。ハートが見えている。なんでハート見せるんですか。これはお株を奪ったハートが見える。このそして水木が突っ込んでいく。さあ高梨が2人を丸く込むか。さあフォールは桜井美が振ってきた。カウント2。カウント2になります。
ったのは桜井美と水木、ダブルアーム、ダブルアームの、さあ持ち上げている、ダブルアームで持ち上げている、ものすごい耐久時間、さあバックブリーカー、ガルガルと水木を持ち上げる桜井美、そして水木の背中が痛い、水木の腰が悲鳴を上げている、さあ頑張れ負けるな、さあもう一発ダブルアーム、これをかわした、さあロープ際セカンドラウンドに引っ掛けてキック、さあ突っ込んでいく、ドロップキック、素晴らしい技、さあ水木がトップロープ、さあフットスタンプはかわしたか、そこで桜井が高さを抑え込めない、ここは必殺のザ・マイストラルフラップ、さあキックをして出るか、ザ・おーっと、これは2人で抑え込んだ、なんという試合なんだ、凄まじい攻防、プロレスのスピードを尽くした素晴らしい連携攻撃の攻防が、この新木場ファーストリングにサワーリング場、さあクローズライン、変化キック、ここでエントリー、ドロップキック、10分経過、試合時間20分経過、カサドーラから抑え込んでフットスタンプ、さあ水木負けるな、タッグチャンピオンになるのか、さあ高梨が出てくる、パンチ、滝の顔面にパンチ、さあエルボー、滝の表情が凄まじい、鬼の形相でエルボーを打っていく滝、さあ高梨が重々しいチョップ、さあ高梨のチョップが先の村板を貫く、やり返せ先、さあエルボーが出る、エルボーを打っていく、力強いエルボーであります、高梨、さあ行け行け高梨、さあ行け先、しかし高梨がこれは顔面キック、顔面キック、ロープに走ったがキックを避けて、高梨がロープに振ったが振り返せない、これは再びキックが入るが、さあ滝がキックベースをぶち込んで、これはブレンバスはいけない、高さを抑え込み、カウントアツ、カウントアツ、さあ足を取って、さあ抑え込んだ、カウントアツになります、高梨が狙っている、これは逆さ抑え込みが出るか、しかし滝が返して逆に、さあ抑え込んで、抑え込めない、さあ桜井美が先を捉える、さあ桜井が先を捉える、高梨が、さあキック、さあ今度は高梨が先を抑えるが、顔面に誤爆、そして滝が下を抑え込んだ、カウントアツ、カウントアツ、カウントアツになります、両者の目まぐるしい攻防が、一体どっちが勝つのか全く先の読めない、ここまでほぼ互角の展開、滝がブレーンバスター、ここは高梨が返す、高梨が返して、さあ高さ抑え込みを狙っているのか、ぐるぐるアリアット、
さあ、百均サンダース必殺の百均、滝が凄まじいパワーで桜井美をぶつけていく。さあ、水木が入る、水木が入る、エルボーの連打。さあ、頑張れ水木、チョップを避けた。さあ、これは二人でコーナーの上に登って追ってきた。抑え込んだ。カウントはツー、カウントはツーであります。先がブレーンパスター、完璧に決まった。さあ、高梨に完璧なブレーンバスター。ここは逃げる高梨。さあ、一度場外に逃げる。さあ、まさかの場外戦。しかし滝がなんと場外でブレーンバスター。これはいけない。何ですか、桜井にはなんと場外マットを剥がしている。最低な女だ。危ない、危ない。これは滝がぶつけたエプロン際。さあ、これは、さあ、場外に飛んでいく水木。25分経過。すさまじい熱戦は25分を経過。再びつか、トップコーナー場外にグッドスタンプ。これはすごい技が来ました。場外へのグッドスタンプ。高梨の腹を水木の足が貫いた。カウントアップ。さあ、高梨を返した。さあ、先が狙う、滝が狙う。さあ、再びここは桜井美が止めに入る。食らいついていく。さあ、滝が走るが、高梨が待ち受けている。100均ドライバーが決まった。100均ドライバー、さすがに強いチャンピオン。さあ、25分経過して100均サンダースが優勢に立つ。ここは2人を高谷区の体勢。高谷区決まった。さあ、滝が高谷区を食らってしまった。そして水木に対して桜井美が何をするんですか。さあ、持ち上げる。さあ、ダブルのバックブリーカー。クローズライン今誤爆。さあ、水木が DDT、 そして2人のボディー。おっとこれはスープレックスの共演、スープレックスの共演。ここで滝が、さあ、ひねりを加えたブレーンバスターからのフットスタンプ。さまじい連携。そして滝が、リードロップ、リードロップ、チャンピオン、リードロップ。勝者3人。アジアドリームタッグチャンピオンとなりました。
ここマックスハートが第14代アジアドリームタッグチャンピオンとなりました。叫ぼう、スタート。ハッ、ヒハッ。
帯広さやかだ。はい、
の9月にチョコプロで怪我をして、アジアドリームのベルトを落としてそのまま欠場という形になりました。それでも前向きに復帰を目指して、
終わってなんだ俺たちホームなはずなのにウサポポの2人がもうこれももう落ちてきちゃってるよ。落城感満載だぜ。ああけど向こうがなんだウサポポが修復されててなんだ俺らガトームーブ一番醜いチームだったな。終わった後も殴り合いになっちゃったし、お互いお前のせいだってなすりつけ合ってたし、リング上で大丈夫かって言いに来たかと思ったら何やってんだって言われて、俺はてめえのせいだって言い返してリング下で殴り合って、本当このガトームーブで一番汚いタッグチームだったけどよ、コールケンホールドはなガトームーブで一番弱いかもしんねえけど一番ピュアなチームがあのウサポポにチャレンジするらしいぞ。さくらどう思う？取るね、ポッポに取ってほしい。でもウサポポ強いよ。言っとくけどあの試合後殴られて鼓膜破れたからね。ああマジいや俺も口切ってるよ。マジでマジでおめえだってお前いいや、こっちこっち映ってないところだよ。もう本当に冗談じゃねえよ。ポップポップコーン、ポップポップコーン、ポップポップコーン。チエ、はい、後楽園ホールまで、はい、あと明日で30日、ぴったり30日でございます。今日は7月31日だからな、はい、丸一月で決まりましたね。夏、はい、つかみに行く準備できてますね。できてます、できてます、はい、いつだって準備はできてきた。だから今この夏つかみ取るために、はい、走っていくよ。走りましょう。夏も全部も手に入れましょう。そうです、はい、私はベルトを取ったからといって急に強くなるとかそういうのは思ってないよ、はい、だけどそのベルトを持ったからこそ何か一つずつ変わっていけることってあると思う、はい、その成長をしていくっていうことが私は楽しみだから、はい、そのベルト欲しいんだよ。8月31日、はい、ホーケンホール、うさぽぽさん、さきさん、みずきさん、バッサス、ポップコーンカーニバル、小石勝恵、大広沙耶香、よろしくお願いします。楽しみにしてください。いくぞ、ポップポップコーン。